広島県で講演会の舞台に立たせていただきました。いつも何を伝えることができているのか、ご自身悩みながらなんですけれども、皆さんがまっすぐに舞台上を見てくださっている、その思いに全力で応えることができたらなって思ってます。決して一つの答えはなくて、それぞれの家族の形があって、それぞれの人生の形があって、でもこうやって一緒の場所で皆様と考えたり、自分だったらどうするかなって思ってくださったり、そういうお時間にもしなっていたなら嬉しいなって思います。悩まれることもどうしていいか分からない時も僕自身もいっぱいあるし、もちろん皆様と一緒のお仕事ではないんですけれども、頑張っていらっしゃる皆様の一人でいることができたらいいなって、僕にはできないことが今日お会いさせていただいた皆様だからこそできることっていっぱいあると思うんですね。お会いさせていただいてよかったなって、こう思えるのも僕たちには今があるからだと思うんですよね。この今っていう時間を皆さんとちょっとずつでも、全力でも、いろんな形で前に進んでいけたらいいなって思っています。広島県、いい時間過ごさせていただきました。大阪へ帰ります。ありがとうございました。